日本で超過死亡は発生せず、人口動態統計速報で昨日、厚生労働省が発表した令和2年3月分の人口動態統計の速報によりますとこのように日本において3月でも超過死亡が発生しなかったことが確認されましたこちら赤い線が今年で青い線が去年の数値になっておりますが こちら、超過死亡が発生していないどころか、今年の1月と2月においては、去年よりも死亡者が減っているという事実がございます。現在、さすがにですね、日本国内において、こういった COVID-19 の死者が隠されているとの主張は少なくなってきておりますが、 いまだに COVID-19 に関連して様々なデマが垂れ流されておりますので、皆様、こういったデマに騙されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。